どうも、奥間です。ドラムロール。さあ、後半戦やっていきましょう。残り2ステージということで、もしかしたらサクッと終わっちゃうかもね。やっていきましょう。ね、このイラスト。ね、今のヒントかな？あ、間違った。ボタン間違った。自爆ボタン押しちゃった。X ボタンでダッシュね。OK、ダッシュするぜ！ダッシュして、ゴールは？岩の中かな？多分タイトル画面的にトイレットペーパーだと思うけど。中に入るんかな？これジャンプできる？ん？どうしたいの？おお、飛んだ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 。はいはいはい、ジャンプ台になってるわけね。ホールインするんや、泡の中に。泡の中にゴールがあるわけね。わかりました。帰らせていただきます。ドラム君もやる気なくしちゃったって。こんなん絶対無理やんって。どうせ何十回も殺されるんでしょ、僕って。じゃあ僕このまま帰りますって。ほら、もう帰り始めた。ウェイ。あ、いいね、ドラム君。わあ、いいね、ドラム君。水上の上を。水上スキーかのように、さあ、どこまで行くのか、どこまで行くのか、ドラム君、さあ、あの地平線の向こうまで。はい、ゴールしようってことね。はい。わかんない、飛べへんな。全然高さ足りひんな。距離も足りひん、高さも足りひん。すべてが足りひん。お前何も足りひんよ、ドラム君。ごめん、お前って言っちゃった。最近、ピーナッツ君、最近ポコピーの動画見たんよ。え、いける？あ、いける？あ、行っちゃった。行っちゃった。やったー。はい。運ゲー。やべえ、10分以内終わっちゃうで、今日の動画。ラストステージ。まあ、これがめちゃくちゃ難しいって可能性もあるしね、このステージが。ほーら。見てください、時間。1分半ですよ、約。1分半かけていけってこと？これ、ショートアウトできるね。わーい。やば、いっちゃう、終わっちゃう。ちょっと待ってくださいよ。YouTube の動画、いやー。YouTube の動画ってさ、みんな、落ち着きでしょうか？収益化してる動画、だいたい、8分以上の動画が多いんですよ。コムラさんはゲーム実況でさ、動画時間割と長めやから関係ないけど、例えばポコピーの動画とか、短めの動画だったら大体、ね、8分か10分ぐらいが多かったり多分するんよね。ちゃんと調べてんか分からへんけど。それはなぜかというと、広告つけられるのが8分以上からなんですよね、どうやら。ああ。だからコムラさんはこの動画8分まで持たせてみせます。つってな。意識してへん今日ね。全然僕短く終わらせたら5分ぐらいで終わっちゃうから。いいよ。素晴らしいね。そんな難しくないぞ。もっとめちゃくちゃ細い綱渡りさせてくれてもいいんですよ。危ない危ない危ない。あんま調子な、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 あんまりスピードはさんでいい。絶対時間そんなシビアじゃないから。結構余裕あると思うから、小松さん的には。いいよ、ドラム君。集中集中、集中していこう。オーケー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 。さて。いや、意外とこれ、時間余裕ないか？あと30秒以内に、まだ見えてもいないゴール地点いけるのかどうか。ダッシュダッシュダッシュ、走っていこう。急ぐために、こんだけ広い空間、広い道になってるわけね。ドラム君、急げ。あの階段の上の方に、多分ゴールがあるはず。いけるか？はいはい、油断すんな、油断すんな。どっかで落ちるかもしれんから。まだゴールはない、まだゴールはない。登ってけ、登って、いいよ、ナイス。まだあんの、まだあんの。おちょちょ、ゴールやめて、ゴールやめて、ゲゲゲゲゲゲゲ。間に合う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 。で、ここら辺で威力を殺す。ありがとうございました。OK。そんな難しくない。終わらせよう、ドラマガン君。わーお。若干今、コマラさん疲れてるんですよ。なんとなく、声枯れてるの、お気づきでしょうか。なんとコマラさん、さっきまで2時間半、実況撮ってました。二階堂真事件簿みたいなタイトルの、あれ、推理ゲームね。近々動画上がると思うけど、小村さんの投稿動画で最長と2時間超えの動画上がっちゃうかも。めっちゃ長かった。1時間で終わるゲームっていうね。1時間で解決できる推理ゲームっていうコンセプトで作られたゲームなんですよね。一つの事件1時間で終わるんですよね。1時間ぐらいで終わるなら、なんか、ちょうどええやんってね、思いながら。やり始めたと思ったらまさか2時間かかるとはね。めちゃくちゃそのよくできた推理ゲームやから動画として区切るのはあんましたくないねんな。だから近々2時間超えの動画が出ると思います。編集がめんどくさいです。2時間見直さないといけないんで、めんどくさいからこのゲームをやり始めました、諦めて、ね、それに比べて今回この動画はもう10分ないんちゃう。これで帳尻合わせるわ。何の帳尻かわからん。いくぞドラム缶くん。この序盤のショートカット行ってるかどうかで変わるよな。こ
このショートカット割とマスターしてる小村さんはさすがと言いたいね。落ちるんですけどね。全然関係ない話するけど、みんなサブスクって月々いくら使ってる？その最近僕ガンダムシードディスティニーを見るためにアマゾンプライムからなんか D アニメストアっていうのに登録したんよ。次々500円ぐらい払い、かかりますよみたいな。これに登録したらガンダムシードディスティニーが見れるということで、まあちょっと見終わるまでは会員登録したろうかなと思ったよね。次々500円ぐらい払って会員登録したろうと思ったよね。そしたらさ、その見るときはその僕スマホで見てるんよ。ルームランナーで走りながらスマホでアニメ流して見てるんやけどさ、スマホでそのアマゾンプライムビデオを起動させてスマホで会員登録したんよね。そのスマホのアプリ内で D アニメコースみたいなのをさ登録して見始めたんやけど、でこの前ガンダムシードディスティ見終わったからさ解約しようと思ったんよ。で普通に見終わったからそのままスマホ操作して解約しようと思ったら、スマホのアプリ内ではできませんとか言われたんやけど、あれマジで卑怯じゃん。あれパソコン持ってへん人どうすんの？解約できへんやん。僕マジかと思って、じゃあパソコンで解約しなあかんやんと思って、あれから4日経ちました。今思い出したもん。あれ僕まだ解約してへんわ。解約しな、これだったら解約しとこう。マジでそういうのがそういうのやめてほしいよな。一回ひどかったのがさ、僕なんか昔の就活サイト、何の就活サイトか忘れたけどさ、登録するやん。で、就活終わったから解約しようとするわけよ。で、解約しますかっていう解約ページ行くよね。解約ページ飛んだ瞬間、エラーが起こりましたって言って、また時間を空けて試してくださいって毎回言われんねん。だから僕永遠に解約できてへん。ひどくない？マジでひどくない？未だに僕メールくんねんけど。あなたにおすすめの職業はこれって、もうついに最近あれやからね、30代のあなたにおすすめの中途採用企業はこれとか言われるからね。なんか年齢とかまでバレてんのに僕はもう働いてることは気づかへんのかお前と思うから、そういう永遠とさ、いつ登録したかわからん、なんかようわからんサイトからなんかあれやん、メールマガジンみたいなの来たりとかあるやん。僕の携帯 AU やねんけどさ、 AU 迷惑メールフィルターみたいなのあるんよね。迷惑メールからのメールをもうなんかブロッキングしてくれるみたいな。で、今日これだけの件数をブロッキングしましたって1日3回くんねん、そのメールが。お前が迷惑やわと思う、毎回。ただ1日20件ぐらいブロックしとんねんな。ちゃんと働いてくれてんねん。ただ1日2、3回もメールしてこんといてと思う。お前をブロックしたいと思う。いちいち報告いらんから。たまに数字確認すんねんけどな。たまに30って数字出たら、おって思う。頑張ったやん。今日は大量やったな。諦めろって思うよな。自動で送ってるか知らんけどさ。あ、くそ。自動で送ってるか知らんけど。迷惑メール送る側もそろそろ諦めろよ。何十年やってねんと思うわ。さあ、そんなこんなネットの文句言ってたら、なんだかんだもう10分、20分ぐらい経ってるのかもしれん。もう画面も見飽きてきました。みんな画面もう見てへんやろ。ゴーも見たくないもん、このステージ。面白いかと言われれば別にやもんな。くそ。まだ第2ステージはなんか高速道路の橋、猛ダッシュしてる時とか楽しかったわ。マジで。微妙に細いだけみたいな。微妙に繊細な操作要求されるのが普通に腹立つ。ほら、もうドラム缶のご機嫌が斜めやねん。斜め向くのやめて。ご機嫌が斜めやから言うてもさ、ちゃんやん、ドラム缶くん。君がご機嫌斜めな、早くクリアできひんからやろ。早くクリアしたかったらさ、まっすぐ向こうよ。なんか早く終わらせるっていう気がないねんな、こいつ。このパターンは、鬼畜ゲームよくあるパターン。僕のことが、小村さんのことが好きになりすぎて、早くゲーム終わりたくないってやつ。僕はもう終わりたいのに。さっさと済ませて、僕はもう仮眠取りたいのに。やめてやめて。もう君のこと好きじゃないから、ドラム缶好きなんて人いいひんから、残念ながら、君好かれる様子ないよ。で、バイオハザードで見かけた時ぐらいよ。おって、意味もなく撃って爆発させるよね。とりあえず、敵がいなくても。そのための存在、君はもう、ドラムくん、ドラムくん。そういえば、ビマンっていうドラマ、みんな見た。ちょっと前やってた、多分、
日本の最近の日本ドラマの派遣ドラマやったんかな、ビバンっていうドラマでさ、ドラムってキャラが出てくるのよ。めちゃくちゃ優秀なんやね。とりあえずドラムあれを用意しといてくれって言ったらとりあえず用意してくれんだよね。何でもマジで何でも用意してくれる超有能キャラなんよ。太っちょで何人なんかな、ちょっと日本人じゃないんかな。一番特徴的なのが喋らへんの、セリフがないねんな。だから喋ることがなんかできひんねん。スマホのなんかシリみたいな電子音声でスマホに喋らすんよね。スマホになんか文字入力して、さあクロちゃんさんがモンスターハンターをモンスターハンターライズをプレスしました。そうビバンのドラムさ、何が一番すごいかって、その喋れへんっていう設定が全く生かされずに終わったよ。マジでいらん設定やったなんかそういうの多いねんな、あのビバンってドラマ。主人公も二重人格なんよね。もうなんかね、今にもそう思うだろうザークって言いたくなるような脳内の自分と会話してたりとかするんよ。めっちゃレッドシーズプロファイルやんと思って見ててさ、その設定が生かされないんですよ。びっくりした。なんかね、表の自分と裏の自分、裏の自分は超戦闘のスペシャリストみたいな感じやねんな。最終決戦入る前にさ、その裏人格の自分が、いいか何があっても俺がお前を守ってやる、めっちゃカッコつけてるのにさ、最後も最後まで最後出てこへんだからな最終話とかマジで最後に一言あっただけやね、多分ほんまにキャラ付けのためだけも設定やねんな。でもそう、キャラ付けのためだけにある設定って僕好きやわ。特にストーリーに無理やり絡ませる必要ないねんなって。面白いキャラっていうだけのためにそういうなんかキャラ付けがあってもええんじゃないかっていうの。僕はもうスウェリー作品をやるようになってそれ感じるようになったら、とりあえずモブでもなんでもええからキャラ付けしとけばええねん。そうすればもう印象的やから。ある意味リアルやもんな。自分と何の関係もない人らがキャラ立ってるなんてことよくあんもんな。そろそろ終わりたいなドラム君、そろそろ終わりたいな。別に僕そんなちゃやん、割と僕今日ほんまに15分ぐらいで終わればええなと思ったよ。今僕何分やってるやろ、時間を見てへん。今日さ喉が痛いんですよ。2時間半喋ってっからさ、2時間半ほぼノベルゲームみたいなもんやってたからさ、読み上げながらね、実況やから。そうそう終わらせたいな。身長いっか、でも身長いったら時間足りひんねんな。縦回転マジ強い、縦回転マジ強い。ドラッグいいよ、ちょっと この1回集中するわ。いいよ、あこれはいったな、もういった。ドラム君のやる気を感じる。ほらもういきますって、もうそんだけ言うならいったりますよ。小村さんって、ね、ずっと一緒にいたかったけど、まあ小村さん頼めならしゃあない、終わらせましょうって。ほらもうやる気満々、あんだけ飛び跳ねても全然今安定してたもんな、落ちる気配全くなかったもん。いくぞドラム君、ドラム君ほらほらほら、ギリ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 寄せば、さあこっから縦回転、縦回転、ほら下縦回転、縦回転いいよドラム君。ちょっと4回転、4回転マジ怖い。ドラムドラムいいよ、うまいうまい、ドラムマジうまい、うまいうまいマジうまい、いいよドラム。はいはい、日常生活であんまお前って言わへんねんけどさ、お前って言わへんからこそ誰かに言われた時ちょっとドキッてする。最近それよく思うのがさ、ポコピーの動画を見たんよ。ピーナッツくんってなんかポンポコさんのことお前って言うんやな、昔そんな言ってなかった気がするんだけど、最近よく聞くからなんかドキッてしちゃうね。ということでさあ、ちょっとしたピーナッツくんの風評被害を織り交ぜながらもついにゴールしちゃう。あと5秒、いけドラム君、ドラム君、ドラム君、いけいけ、たた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 ナイス、うえやりました。はい、ということでドラムロール面白かったね。ちゃんとドラムのこの形っていうのを生かした素晴らしいゲームでしたね。もし続編があるとしたら、さらになんか火に近づいたら爆発してしまうみたいなギミックがあっても面白いかもしれんね。ロストエッグみたいになんか体力があったりとかね。でもうちょっと難易度上げてくれても僕は一向に構わんよと思いましたねって言っても、ロストエッグ3みたいに意味わからんぐらい難易度上げられても困るんですけど、ドラムロール非常に面白いゲームでした。また続編とか、また違った主人公で同じような題材でやってくれると小村さん的にはとても嬉しいです。ありがとうございました。